私の名前、シャングリラは、かの対戦でのとある作戦に由来しています。エセックス級として様々な場所を歩き回った私は、このノートに数々の物事とエピソードを書き記すことができました。これこそ、私にとっての誇りです。CV38、シャングリラ、着任しました。 このノートに書き記されている数々のエピソード、いつか指揮官にも共有したいのですが、今は目の前の仕事に集中しましょう。お帰りなさい、指揮官。指揮官がいない間に起きた重要な出来事は、こちらに書き記しました。ご確認いただけますか外部への秘密厳守 上官への滅死方向。くれぐれも疑うことなきよう。この子のことが気になりますか実は、昆虫の観察も私の趣味の一つです。この子はパナマから連れてきました。対戦作戦ですか機会があればトライしたいですね。もしかしたら、 意外といけるかもしれません。指揮官の健康を保つのも私の仕事です。くれぐれも体には気をつけて疲労を過度に溜め込まないようにしてください。指揮官はどのエピソードを聞きたいですか人跡未踏の暗息地それとも水平線の向こうの理想郷 私の健康状態を確認したかったのですか本部より入電です。タスクリストに書き記しましたので、ご確認ください。任務が完了しました。今回の報酬は何でしょう無人観測機それとも、新しいメールがあります。私が代わりに読み上げることも可能ですので、 お時間がないときはご検討ください。艦隊が母校に帰還しました。皆さんと少し休憩してから、先ほどの出撃の振り返りと戦術レポートの確認を行いましょう。委託が完了しました。戻ってくるみんなの出迎えに参りましょう。感謝します。新たな戦果でお答えしましょう。 監修、風上。自由の重み、思い知らせてやりましょう。あなたたちでは、シャングリラにたどり着くことは叶なわないのですよ。こんな、はずでは。嵐を越えて、全力で挑む。消火作業、準備を急いでください。指揮官は、 信用情報のブラックリストに入っています。ご注意ください。今日から指揮官の全てを書き記していきますね。指揮官、いくら時間が惜しくてもジャンクフードを食べては体に悪い影響しか与えません。はい。手作りのサンドイッチです。どうぞ、こちらを召し上がってください。 はぁ、あ、体を大事にして、と散々言いましたのに。はい、サフランティーを用意しました。体にいいですよ。サフランの花言葉は、喜びって知っていますかこうして間近で、あなたの物語を書き記るし、あなたと一緒に戦い。 あなたの生活の面倒を見られること。これこそ、私にとっての一番の喜びです。この気持ちを、一刻でも早くノートに書き記したいのですが、この両手には、今もっと大切な役割があります。それは、あなたを抱きしめること。これからシャングリラは、 ずっとあなたと一緒に、あなたの行く道の先にある、理想郷を目指して。安心して、私たちはきっと、先輩を超えられます。飛行機を貸していただけますかええー、と、カウガールさん